今日は知床に来てるので、知床どこ？パークサービスセンターの方へ行きましょう、見に行こう。いいですか？移動です。動くものはないと思います。でれんぜんぜん、綺麗な状態で出発出発。今日は超快晴だね。いい天気だね。こっから18分で着きます。昨日は天に続く道行ったね。行ったね、夕方ね、ギリギリ。ずーっと海沿いだね。わー綺麗、すごい景色だ。いいね、すごい、すごいよ。いい景色、上も青いし空も青いし。冬に岬だって。冬に岬、すごいな。はあ、ここ、はい、はい。で、あの天に大体前合わせて見てたけど、はい、はい、オッケー、到着到着。着きましたね、知床五湖。天気にも恵まれて、世界自然遺産ですよ。おお、ここはあの知床五湖なんで、5つの湖、それから原生林、いろんな植物とか、あと野鳥、リス、鹿、キツネ、熊とか見れることもあるらしい。なるほど。でここは 800m の高架木道って言って、ちょっと高い位置にある木道を歩くコース、そこはねかなり安全らしい。なるほどね。でそこまず行って、その後に地上遊歩道っていうところ回ってみましょう。そこの方が原生林のすぐ間近でいろいろと観察できたりするみたい。でもそっち行くには10分ごとにやってる、大人250円子供100円のレクチャーを受けてから行く必要があるみたい。なるほどね、行ってみましょう。よいしょ、お着替えて準備万端ですね。外は涼しいんだな。ね、行こう。今日は知床なのでちゃんと長袖長ズボンと靴履いて行きます。小石さんは軽装ですね。だいぶ涼しいぜね。2010年に完成した知床五湖高架木道は全長 800m、 約40分で往復でき、 7000V の電気柵を備えているためヒグマの危険を心配することなく安心して1個の湖畔まで行くことができます。湖に映る知床連山や遥かに広がるオホーツク海など知床五湖の魅力を気軽に体験することができます。段差がなく傾斜を抑えているため車椅子でも通行可能です。ここが無料で渡れる展望台の高架木道になってます。はい、行きましょう。入り口行ってみましょう。今回はですね、ちょっと新しい取り組みがあって、360度カメラを背負ってます。これでハピキャラ観光ツアーっていうのを360度でやりますんで、興味ある人は360度映像で一緒に観光する360度動画の方もお楽しみください。すごいね。それ背負って歩くの？やんば。みんなにいい映像を届けて一緒に観光気分に浸ってもらうぜ。360度カメラ、これ楽しそう。でもこれをね、背負うわけですよ。こうやって歩くわけですよ。ほうほう。そうすれば360度みんなで一緒に観光をしているような気持ちになれる動画ができると。おー、すごいですね。変人みたいですね。現在地がここ、フィールドハウスがあって、パークサービスセンターがあって、高架木道はこのように続いてます。ほうほう。1個、2個、3個、4個、5個と。へー。その後ですね、レクチャーを受けて地上遊歩道の方に行きます。地上遊歩道は小ループ、大ループとあって、1周 1.6km 40分コースが小ループ、1周 3km で1時間半程度かかるのが大ループになってます。大ループだと2個、3個、4個、5個と全部見れますね。へー。小ループだと、この輪っかになってるんで、1個と2個が見れるって感じですかね。なるほど。あ、なんで高架木道はこのこっちやな、ここまでなんで、2個はちょっと見えないかもしれないね。確かに。じゃあまずは高架木道から行きましょうか。行ってみよう。この高架木道は高いところにあって、かつ周りに 7000V の電線が張ってあるんで、クマがいても安心な歩道になっています。すごいね、歩きやすくていいね。綺麗だね。ウニヤンマいっぱい、虫もいっぱいいるけど、野鳥とか、リスとか、鹿とか、キツネとか見れたらいいけど、暑さで逃げてるかもしれん。日陰で休んでるかもしれないね。気持ちいいね。気持ちいい道だね。いい景色だね。
7000ボルトって言ったら、うん、人間が触ったら死んじゃうんじゃないの。本当42ボルトが死にボルトって言って、うん、死ぬ可能性があるって聞いたことあるよ。42ボルトでだよ。じゃあ全然じゃんね。綺麗だね。綺麗だね。すごいいい景色だな。うん、向こうに見えるのが知床連山。すごい雄大ですね。知床五湖マナーガイド、はい、1、はい、野生動物に餌を与えない、はい、2、ゴミを捨てない、はい、3、調理や食事をしない、4、タバコを吸わない、5、湿原や植生を踏み荒らすことのないよう歩道を外れて歩かない、休憩しない、6、動植物を故意に持ち込まない、7、ドローンを飛ばさない。回りましょう。クマに餌をあげると、うん、しつこく餌をもらえるもんだと思って人に近づくようになっちゃうみたいだから。なるほど、ね、絶対ダメだと。で、甘い飲み物も持ってきちゃダメ。甘さは毒だね。わかんないけど、絶対中毒性があるからじゃない。こう甘いのもっと欲しいってなっちゃうんじゃない。人間と一緒だよ。美味しいからかな、うんうんうん、水かお茶なら持ってきても OK。 今日は麦茶持ってきてます。あー、なるほどね、うん、食べ物は絶対持ってきちゃいけないらしい。そうなんだね。これは沼かな、なんだろうか。ここに何か書いてあるよ。今言ってた話じゃないですか。うん、餌やりがクマを殺すっていうね、うん、ソーセージをもらったクマが町に降りてきて人とか車に近づくようになってしまって、で結果的にこのメスグマは最後、まあ、学校の近くで射殺されてしまうっていう、まあ、これ悲しいからね、うん、こういうことがないように餌やりはやっちゃいけませんとね。やりたくなっちゃうんだろうねきっと、うん、知床五湖はね、うん、知床連山を背景に原生林の中に佇む5つの神秘的な湖、多くの野生動物の生息地でもあって、うん、ヒグマの爪痕、うん、クマゲラの食痕など、うん、知床の自然の豊かさを実感できる場所です。お、今歩いてるのは高架木道でしょ、うん、ここはシーズンを通して無料で安全に散策してもらうことができると書いてあります。でもう一つは地上遊歩道、うん、訪れる時期によって散策の条件は違うけど、うん、原生の自然を存分に楽しむことができる、実際に歩けるから ね、 ね、こっちも後で行ってみましょう、ね、あそこに多分見えてる人たちはさ、そうだね、向こうにね、うん、そう、歩いてる地上、ね、歩いてる人たちは地上遊歩道でしょう。ヒグマが上がってこないように高さ3から5メーターの高床式になっているそうです。電気柵が設置されていて、それも安全だね。段差がなくて傾斜が抑えてあるので車椅子でも通行可能、うん、これはいいよね。そうだね。ここが高架木道の最終地点だね、うん、そうだね。ここからは一個が綺麗に見えます。知床連山と、うん、すごいね。ツバメがいっぱいいるのと銀ヤンマがいっぱいいる ね、うん、ね、気に入った場所があると一生写真を撮ってます。撮影に勤しんでいる間私は休みます。戻りましょう。よし、一旦ただいま。お昼休憩にしましょう。はい、今日のご飯は日清のラーメン屋さん、インスタントラーメンとオムレツこれチーズイン。いただきます。いただきます。美味しそう。お、これは美味しい。へえ、うん、美味しい。お、いった、ごちそうさまでした。ご飯も食べたので再び行きましょう。よし、行きましょう。今度彼は結構ビビってます。パチって言ってあっちで。ちょっと怖いんだけど。あ、何怖いよ。何何。